一つ目のピエロになる。うまくいかないよっていうことなんだけれど、留年生なのにすごく友達がいる、話しかけにくいおじさんなわけじゃない、神様みたいなもの、過ごしやすいような情報をあげる、めちゃくちゃ貴重な存在。医学生のための YouTube 塾イキリツイート解説シリーズ。はい、タッキーです。はい、お願いします。お願いします。今回はイキリツイートではないんですけど、はい、いいやつがあったので、はい、いいこと書いてるじゃないですか。はい、なんですか。こちら説明していただきたいなと思います。はい、はい、医学部で論流した僕が友達を作るためにやったことです。はい、これはね、全然イキってない、すごくいいことを書いたなと僕でも思ってるんで、トップに固定してるわけですよ。まあ解説していきましょう。全部で4つあって、1つ目ピエロになる、2つ目前年度の情報開示、3つ目とりあえずニコニコで、4つ目相談しに行く。これさ、行きましょう。で、いきなり意味わからないと思うのが1つ目のピエロになるですね。簡単に言うと、まあ、プライドを捨てましょうっていうことですね。ピエロっていう、まあ、本当に職業の人はピエロというプライドがあるかもしれないですけれど、道化師になりきるっていうことです。自分の方が先に入学したんだからとか、部活動の後輩とかがいたりして自分の方が先輩なんだからとか、そういう考えは捨てて、自分と同じ友達っていう目線で見る、落ちてしまう先の人たちをね。で、友人だと思ったりしないとうまくいかないよっていうことなんだけれど、で、向こうからしたら、例えば僕が留年してその先のいる人たちからしたら、なんかよくわからない上の学年にいた人が降ってきたみたいな、そういう感覚になると思う。だからこっちがおどけてみて親しみやすいような雰囲気を作らないと、向こうから話しかけてくれるってことはまあまずない。実習で一緒になったりして何か特別なことがない限りは基本的に話しかけてくれるなんて多分ないっていうことだから、で、こっちから話しかけるのはもちろん大事だし、それも含めてピエロになるっていうことが必要になってくるんじゃないかなっていうことです。そうすることでみんなから話しかけてもらえるようになって、それで留年生なのにすごく友達がいる、親しみやすい人みたいな感じになって、それで友達が増えていったっていうことです。質問いいですか。はい、どうぞ。このピエロになるっていうのはいつ頃気づいたんですか。これもともと僕が入学したのが4浪生だから、その時点で18歳で入ってくる人からしたら4つ年上なわけよね。で、そうなってくるともはや話しかけにくいおじさんなわけじゃない。おじさんっていうか、まあ、18歳として比べたら22歳だから、一浪二浪をしてる人ってちょっと生きるじゃない、生きてるはずなのよ。俺二浪だからとか、酒飲めるし、タバコ吸えるしとか、あれやったことあるみたいな、ちょっと前まで高校生だった人たちに生きりがちなんだけど、それをさらに上から俯瞰してみてて、あ、こうなっちゃいけないなっていうふうに思って、別に留年する前からそうだったっていう感じだし、自分が留年する前に留年生を見てて、ああいう人になっちゃいけないなっていう人がいたりして、まあ、結局なってるんだけど、ある意味留年して、だからそこで親しみやすくするんだったらこういうふうにした方がいいなっていうふうなところで。ということは現役生は関係ないですか。現役生関係ない。ストレートで入った方はもうそのまま友達作りを普通にすればいいですかね。うん、現役ストレートの人たちなんて神様みたいなもの。あ、もう神様神様のまま、もう自分らしく自分の通りやりたいことをやりたい時にやりたいだけやってもらえれば、それ僕らはそこにあ蹴っていくだけなんで。じゃあもう留年された方が対象ということで。もちろん。ありがとうございます。で、二つ目ですね。前年度の情報開示っていう風にあるけれど、これは何のことだっていうと、まあ、同じく留年して、そこからその一緒に上がってったらちょっと違うんだけど、まあ、留年した年、例えば3年生を2回やりました、2回目の3年生ですの年、3年生アゲインだった場合、前年度の情報って自分持ってるわけじゃない。で、後輩たちというか、今3年生になったばっかりの人たちは、情報聞くなら、まあ、部活の先輩とか委員会の先輩に聞く以外に、あんまないわけよね、情報って。でも僕は僕で持ってる。こっちはこっちで持ってるから、僕に聞けばいいじゃん、みたいな感じで思ってたわけよ。で、部活の先輩しか、まあ、基本関わりないわけじゃない。なんか、顔と名前はわかるけど、話したことない先輩とか別に、いきなり、あの先生のテストどうですかとか聞きに行く変じゃない。それだったら僕に全部一括で聞けばいいじゃんみたいな感じで思ったから、まあ、そこをピエロになりきるっていうのと同じなんだけれど、まあ、この先生はこういう傾向のテストでこういうことをよく聞いてとか、こういう実習はここが大事でとか、この先生はいきなり出席取ったりするよとか、なんかそういうことを過ごしやすいような情報をあげるみたいなことをずっとしてたっていうこと。それで友達増えてきましたね。めちゃくちゃ貴重な存在じゃないですか。ですよ。僕の学生生活も欲しかったです、そういった。タッキーが留年してそうやってやればよかった。いや、留年はしたくてもできなかったですね。あ、そっか。はい、簡単に進級できちゃった。そっか。あっす。じゃあ次行きましょう。三つ目、とりあえずニコニコですね。まあ、これもね、ピエロになると一緒ですね。部長面でいる人よりかは、ヘラヘラニコニコしてる人の方がなんか話しかけやすいっていうのがあると思うから、まあそれだけですよ、本当に。まあ留年してるからとかっていうのはあまり関係なく、そういうことじゃなくて、人付き合いとして、まあニコニコしてる人の方が、対応できやすいよねっていうところで、まあなんかあっても、辛いことがあっても、まあニコッとしておいてっていうふうには心がけていたっていうことです。うん。ありがとうございます。はい。次、四つ目、相談しに行くですね。さっきから言ってるのは、こっちが受け身みたいな、僕が受け身みたいな感じ、情報あったら聞いてくれみたいな、情報教えるよみたいな感じ
でちょっと上からみたいな感じのところも見えたかもしれないけれど、辛いことあったらその友達を頼るとかってした方が、頼られるってまあ悪い気する人って、まあ、特別忙しい人じゃない限りはないじゃない。だからどんどん友達になった人にいろんな相談をしに行くっていうことを、勉強だけじゃなくてその私生活の話もして、情報をオープンにしていって、あ、この人こういう人なんだっていうのは分かってもらわないと、自分が3年生で留年したんだとしたら、3年分の友達付き合いをその1年間で奪い取るじゃないけど、同等にするんだったら一気に情報を開示していかないと、3年間で積み重なったものを勝つってすごく難しいと思うから、情報開示していって友達を作ろうっていうふうに思ったわけです、まあ、そうすると顔は広いっていうような感じになったのかな。医学部でできた友達は今も友達付き合いとかあるものなんですか？もちろん、それはたくさん、いろんな学年にいて、どっかで会ったけど、どんな学年だったっけみたいな感じの人もいれば、デッドヒートを繰り広げていたっていう人もいれば、みんな今もう忙しく医者をやっちゃってるから、ホイホイコラボしましょうみたいなとか、あと顔出し NG、実名 NG みたいな人がまあもちろんいっぱいいるから、そんなホイホイコラボできるってことはないけれど、この間だって辻先生と一緒に撮った、あの、ピオンクリニックの遠征クリニックか。あの人も本当は学年1個、彼の方が1個下で、デッドヒート繰り広げてって言って仲いいし、じゃなくても結構そういう人いっぱいいるし、今でも、なんか一緒にご飯行くみたいな人もいれば、友達の結婚式再開して、入学した年度とは全然違う友達の結婚式に呼ばれていくとかで、そこのテーブルとかではまたそこはそこでわちゃ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 いろいろお話するのがかなりあります。じゃあ一生ものの友達になるってことで頑張った方がいいですね。これは留年したらそうですね、いつまでもへこたれないでこれ見て頑張りましょう。はい、はい、4つ心がけてみてください。ありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。